怪異症候群3。前回ですね、長谷川に置いていかれました。で今から多分加賀さん一人で落とした荷物を取りに行くんですけど、仕方ね、ちょっくら戻って回収だ。変なんおったよね。ガッツ石松に出てくる、ガッツ石松と仲良しの宇宙人みたいなのおったけん、それにこの辺りで転んだんだよな。おかしいな、ここで落としたと思ったのに取られたんじゃね。邪視やったっけ今回の怪異。なんかね、踊ってるよね、一人で踊ってる怪異なんやけど、なんか最初に長谷川が言ってた山の毛っていうのとは違うんかな。え、危なくない？カシャンって言ったよ。え、待って、なんでそっち側逃げたん？手前じゃね、普通。バカかが。マジかよ。いやいや、マジかよ。どうやって帰るんだよ。ね？あ、ね？もうカガッチは行くしかないんだよ。いろいろ、でもなんかいつジャシーが出てくるかわからんけん、セーブを大事にしていきたいなっていうのが本音。セーブしまして、こっち、なんか池の方キラキラしてるぞ。キラキラしてるけど、え、どういったらいいの、え、どういったらいいのあれ。キラキラしてる。なんかの工具か。沈んでやがる。今は取れんってことか。沈んでるものを何か取れるような道具を見つけん限りは取れないので、一回向こうに行こう。どう来たっけ、上か。この辺ってさっき来たっけ。あ、なんかあるわ。これはセーブしとった方がいい気がするな。一回入ろう。ここ邪視のお家、とても読める状態ではない。釣り竿がある。持っていったら家族写真か。ここに住んでたやつのもんか。家族写真もある。どうなんやろ、邪視って一体なんなんやろ。これ何、こんなところに落ちてやがったか。序盤、財布もそうだが、携帯には大事なデータが入ってるからな。さやな、携帯は確かに私も落としたら引くかもしれん。うん、いつの間にかメールが届いてるな。おいお前、何をこそこそ嗅ぎ回ってやがる。下駄鍵からじゃねえか。素人がむやみに首突っ込むな。特にお前の場合。もう遅いってばよ。な、助けに来てくれんかな、高木。確か地図では裏の裏側も坑道とつながってたはずだよな。ここまままっすぐ進めば案外そんなに出られるんじゃないか。なことあるか。セーブ推奨って出たんやぞ。なことあるか。行きましょう。ここで踊ってたよね、さっき。まっすぐ進む。一応なんか言われた通りには言ってみるけど。あー、くそ、封鎖されてやがる。誰だよ、こんなバリケード作ったやつは。しゃあね、なんか道具でも探してくるか。釘抜きを入手する。釘抜き、じゃあまず釘抜きがいるんで、なんかここを通れるようにしたら、なんかとりあえずここの邪視編ゴールなんかなっていう気はするんだけど。いるくね、いるくね、いるくね。待って、急、逃げるんや。あ、逃げる感じ。なんか家行こっか、さっきの。なんか俺ちでも隠れられるせいみたいなこと言ってたっけ。一回入って、そやね、ここ。入れた？なにこれ？ただ、見えてるよ。え、カガチ見えてるよ。いいのそれ、バレるもんな。え、聞いて。いや、え、見えとったよ。そういう感じ。ごめんね、緊迫感が全然ないけんさ、さっきから。じゃとりあえずな、釘抜き探しに行くか。釘抜きを探しに行って、一応マップ把握もしたいよね。ここ、あ、なんかかぼちゃある。かぼちゃはなんでかぼちゃ拾ったん。あ、なんかこれもなんていうの、ほむら。一回その前にして、
セーブをしつつ入ってみていい？え、なにこれ、小さな鍵穴がある。こんなわけ使い道なんてねえ。あるかもしれんやろ。え、何やったん？え、なんか邪視変不思議、邪視変不思議、すごく。あ、釣り竿持っていくんや。もう釣り竿あったらさ、さっきの工具取れるんじゃない？おそらく。さっきなんか沈んでるって言ってたところを釣り竿で拾い上げれればいけそうな気がする。釣り竿を使う。お、釣りしてる。あ、来てる来てる。あ、釘抜き見つけた。釘抜き、え、カラス、え、大丈夫、あいつ来ない？あ、でもセーブできるっぽいけん全然来んない。カラスが飛び立ったけあいつ来るんかと思ってしまったわ。これなんかそのホラー体制がさ、結構どっちかとある方やけん理解に苦しむんやけど、おそらくホラー苦手な人も邪視平気じゃね？これで首を抜いたらいいんかな。えいしょ、えいしょ、うーん、だかいしょ。お、いけるんじゃん、これも。まだいけん？え？あ、いけたいけた。いけるやんか。なんか変なとこ来ちゃったよ。これ、これより先、日本国憲法は通用せず。あーん、ダメなやつ。あ、ダメですわ、これ。日本国憲法通用せずって、なんか犬鳴き村とかもそんな感じじゃなかったっけ。ここ入れる。え、何この部屋、汚っ。ライター、邪視燃やす。水は出ない。シングルベッド、大きな空箱、汚ね、洗濯機だぜ。特にライターがあるぐらいか。これ何？カンカンカン鳴らすやつ。ここは？あ、こっちからか。これがお皿。クモの巣が張っている。このお皿じゃ何も入ってね、開かない。なんかめっちゃ穴ぼこばだらけやな。これ入っていいんかな。あ、光っとら、光っとらや。ここからでは届かない。ならば、ならばかぼちゃですわ。ここかぼちゃだろ。あ、置けた置けた、かぼちゃ置けた。かぼちゃ、あ、いけた。何か落ちてる。西の鍵、西の鍵、かぼちゃ。こっちが かぼちゃ回収しようよ。ピョコンでなくてさ、北、南、西、あ、向こう側か。あ、なんだこら、穴が開いた。一回なんか覗いたらさ、邪視いそうじゃない？あの目で覗く。いる？あ、なんか部屋。あ、やっばー、あっかー、やばい、倒れてない。え、ダメ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 、逃げて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 、どうしようどうしよう、どこ逃げよう、どこ逃げよう。どっか家っぽいのがあったところ、うちの家に一回逃げ込んでみよう。あ、ここって書いてる。矢印書いてくれとるけん、ありがたいね。え、何それ。え、こうやってバレたりもするのかな。もうさっきよりかは隠れられとる気がするから。なんかさ、ちょろって、あれ目か。前髪入ってきてね。え、バレてないよね。邪視何？え、邪視って何？多分あの目に見られたらいかんって感じよね。さっきカカオさん一瞬固まったしな。やっぱあの目を見てしまったらいかんって感じするな。こっちは一人分入るスペースはある。入ったろ、入ったろ。いや、とりあえずなんか西の鍵って言ってたし、こっち側か。これまっすぐ行ったらどうなる？え、何ここ、
車輪が壊れてる。なんかまた封鎖されとんだが、後ろに倒すこともできねえから何かで引っ張るのも。ロープを入手する。ロープを入手する。ここは壊せば中に手でパンってやったらよくない？高川さんなんか力持ちっぽいけんさ、ヒムロさんができんでも羽賀さんやったらできるやろって正直思うとこある。割れたビール瓶落ちてる。誰が飲んだ？ジャシー。あ、猫。猫いる。あ、猫いっぱいいる、ここ。さえ、ここに住もう。猫、猫、猫。あ、ジャシー、ジャシー、ジャシー。猫、ジャシー、猫、ジャシー。猫、ジャシー、猫、ジャシー。君、ビール飲んでたやろ、知ってるで。猫いたんだが。じゃあ、次、下行ってみようと。ここ？ここふざけとんよな、いつも思うけど。でもまあ隠れられとるっちゃ隠れられとるけん、全然ありかもしれん。出るな。なんでちょいちょい覗くの、あいつ。ほら、見に来て、なんでそんな余裕あるん、加賀さん。氷室さんやったら絶対そんなことせえへんよ。それが氷室と加賀の差やで、どう考えても。ほら、なんかジャシーなんか悪い子に見えんねんけど、じゃれてるくない？ちょっと、もうええ加減にしなはれや、あんた。いるー、出方ー。 ぬるって出てきた。気持ち悪い。よいしょ。これでなかったよ。同じとこ何回も行けるんかな。ここの家に信用しかないんやけど。いけんくない？いけんくない？ちょっと最悪なんだが。一回使った場所はダメってことか。どっか行けるとこあるっけ？どこは？あ、あるある、ここ。どうやって隠れるの？あ、下？見えてるよ、お尻。大丈夫？でも今のところ見つかった時ないよね、基本的に。結構ジャシーが頭悪いというか、遊んでくれてる感覚やからさ。ほら、見つけようともしてないもん。あのジャシーぬるって出てきたんけど。またあっちまで行かないかんの？なんか流されていくな？あれ、大丈夫？バーンじゃなくて。何事？ほんまに。さ、あ、向こうなんか行ける。どこ行ったん？どこ行ったんか？あ、おるわ。何そのポーズ？ステイみたいな。泳いでたよね。何やの目？キモ。理解ができんのだが。どうしよう、ここは。そっか、ちょっと待って、セーブして進むわ。ここ行けるんであればライター使って。赤い何かある。東の鍵、東の鍵をゲットして。なんか今回の邪視編さ、ひたすら逃げるだけで面白い回になりそうな気はするんやけど、まあ、なんせ一番面白かったの長谷川やからな。こっちってなんか開けるとこあったっけ？これか。石の鍵を使った。なるほど、ここで2つの鍵がいるんや。開いた開いた。セーブしたいかも。そうやね、一回ね、ここ開いたんであればセーブした方がいいと思います。何か入ってる。ご神道？切れってこと？木材を叩き、なるほど、なるほど。あったあった。なんか入れるかもって言ってたとこやね。行ってみよう。
どこやったっけそれ。上やったっけ。とりあえず上行ってみよう。え、なんか飛んできたんだが。飛び方。どこ行ってみよう。こっち行ってみる。あ、これこれこれ。入れてるやんか。ここ切ろうかなと思っとったんやけど、入れてるくない？なんか邪視の出てき方がすごく好きなんやけど、全部。いや、そっち側ってくれていいよ。ここ入るんやけ。やつがアホで助かったぜ。お前もな。これで。え、違うん？あ、これか。これや、これや。壊せ。これで、えい。ぶった切り。はい、ぶった切り。ちょっとずつや。うん、待つね。消えた。あ、消えた、消えた。あ、ロープあるじゃないか。ロープにつけて、これ何？虫が浮いてる。綺麗な水ではなさそうだ。なんか牛とか育てる場所って感じかな、これ。使う用途がないね。これは無視。中身から、お、肥料。やっぱなんか牛さん育てる場所って感じするな。じゃあせっかくロープ手に入れたから、向こう行こっか。これで、何かで引っ張るから、ごめんね、何回も何回も喋らして。これでロープを使う。せーの、せーの、え、どっこいしょ。あ、セーブ推奨。セーブして進みます。じゃあ支援面白いな。でもなんか終わりっぽくない？一応出れたもんね。あ、見えた見えた、行動見えたけん。ここまで出れればもう携帯をつながるんかな。ようやく見えてきたか。これで帰れるぜ。邪視編とも、おさらばだ。でもなんか、バーサスなんとかがありそうやけど。あ、いる。お見送りちゃう。まだ探してやがる。え、安心しろよ。もう二度と来ねえからよ。スクープよりも、命が大事だぜ、タックよ。なんか一応なんかそのチャプターごとにラスボスはいるはずなんやけど。あ、でもなんか悪い子に見えんのよな。いつの間に寝てた。いや、それよりもいるね。やべ、こいつここまで追ってきやがった。早く起きねえと。でもなんか目で見られてる間は起きれんって感じするよね。何この、くそ、眠すぎて動けない。死んじまう。え、何それ。死んでたまるか。もう無理だ。死んでたまるか。Z、 急に言われましても、急に言われましても、違う違う違う、だってさ、だってさ、だってだってさ、だって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 さ、キーボードなんて持ってなかったもん。まだ？ちょっと待って、一回コントローラーから手を離して、グッド Z を押す。なんだ？まだ見るやん。うわっ、ぐわー、疲れた。キーボード疲れた。え、来ないで、ちょっと来ないで、来ないで、逃げれんねん。え、何？え、急な爆撃。高木。ようか。こんなところで何やってんの。かっこいい、高木。好きになりそう。うわ、高木。うっせえな、この野郎。どうやら怪我はなさそうだな。なわけねえだろ。死にかけたわ。全部喋ってもらうぞ。
やばい、高木好きになりそう。ありがとう、本当に。ここで何が起こったのか、そしてあの化け物は何なのか。ああ、マジで助かったぜ。長谷川が呼んでくれたのかな。まあ、それにしても長谷川逃げたけどな。高木、あの目だ。俺も、長谷川もあの目にやられた。うまく言えねえが、あの目を見ると得体の知れない不安と恐怖感が襲ってくるんだ。そんで息が苦しくなって、あのざまさ。大体の話は理解した。それよりお前、やっぱ怪異の動向に気づいてたか。やべ、だから前にも言ったろうが、素人が首突っ込むんじゃねえ。その程度で済んだのは奇跡的だな。助けられた手前言い返せねえ。そらそうや、お前の助手長谷川だっけ。そう、先に逃げたんですよね。あいつ泣きながら特務課に書きつけてきたそうだぜ。何、中川から通達があったよ。三階山で怪異の襲撃情報があったから様子を見てほしいと頼まれた。ご存知の通り、今回の異変を受けて特務課はパトロール強化中でな。運よく近くに俺がいたってわけだ。そうだったのか、好き。話を戻すか。お前が遭遇したかい、実は心当たりがある。知ってんのか、ジャシー。あの無邪気な子、他のやつよりはだいぶ詳しいぜ。だったら教えてくれよ、一体何なんだありゃ。ジャシー、あ、よかった、読み方合ってた。ジャシ、世界の広範囲に分布する民間伝承の一つ。悪意を持って相手を睨みつけることによって対象となった被害者に呪いをかけることができる。イビルアイ、邪眼、魔眼とも言われる。邪眼は聞いたことあるな。悠々白書でなかったっけ。俺は仕事柄海外に行くことが多くてな。数年前、北欧のとある町に滞在していた。ムーミン、なんか北欧といえばムーミンしか出てこへんわ。12月の中頃だったかね。ある日、現地で知り合った男が面白いものを見せてくれると言った。なんやろ。俺はそのまま人気のない路地裏に連れて行かれた。絶対薬やるやんか。あかんで、高木。こいつはやべ、怪しい匂いがプンプンしやがる。狭い路地を抜けると薄汚れた小さな家へと案内された。お前なんでそんなヘコヘコついていくん。高木は何をしてる子なの。最初はストリップの類かと思ったぜ。あやけになんかついていったやな、お前スケベ。うわ、やばそうなとこ。中に入って俺は驚いた。外見はみすぼらしいが、家の中はまるで違う。壺、貴金属の類、香水の香り、一目見て高級品だとわかるものばかりだった。そして俺は奥の小部屋に通された。ストリップかなって。高木がスケベっていうことしか伝わらんな。なんか変なおじいおるぞ。そこには見た目60代くらいの男がいた。ただ異様だったのは、夜で家の中なのに不自然なでかいサングラスをかけていた。それはしょうがないじゃん、陽キャとかってそんなもんよ。現地の男によれば、そいつこそ邪視の持ち主だという。そういえばお前もサングラスかけてね。人や物に薬剤を、最悪も起こす神秘的な面、マフィアたちの拘束にも利用され、金さえ積まれれば殺しもやるという。俺はからかい半分で説明を聞いていた。この男もどうせインチキ、ペテン師の類であろうと。すると男がある提案をしてきた。君がどうも信じていない様子だから、少しだけ力を体験させようと。願ってもない申し出で、俺はこれを快諾した。なめたらあかんぞ、じゃし。なんか、
今からあなたを縛り上げる。誤解しないでもらいたいのは、それだけ私の力が強いからだ。私はほんの一瞬だけ私の目で、あなたの目を見つめる。やることはただそれだけだ。いや、縛り上げてますやんか。スケベーやんか。俺は目に細工でもしているのかと思った。もしくは、甲に幻惑剤を仕込んでいるのかもしれない。忠告を無視して男に近づいた。そしてそいつは静かにサングラスを外した。意外につぶらな目じゃろ。可愛いです、本当にな。さっきのお前みたいになったんだ。つぶらな目じゃろ。死にたくなるんだよ。なんてことない普通の瞳なのにな。とにかくこの世のすべてが嫌になる。何かの暗示とか催眠とかそういうレベルの話じゃねえ。あれとジャシーが似たようなもんってことか。あの化け物が本物のジャシーなのか、あんな風に育てられた人間なのか、それは俺には分からねえ。ただあれは逃げるだけじゃダメな。死ぬ気で立ち向かえ。じゃなきゃ自分が死ぬことになる。悪かったよ。はでもよ、正直お前のこと見直してんだぜ。なんだよ、なんだよ、本当なんだよ。お前自分を犠牲にして助手を化け物から逃がしたんだろ。やるじゃねえか。本当のこと言えよ。だろ。加賀。